今回の問題、ビーコンとは AP が定期的に送信する制御情報のことです。ビーコンの情報を AP が送信する場合、接続の流れはこのようになります。まず最初に何々を送信し、その次に何々の要求、何々の応答と続き、それが終わったら何々の要求、何々の応答、この流れが終わったら接続が確立します。それぞれ当てはまる言葉を考えてみてください。少し時間を置きます。それでは答えの発表です。まずは最初に AP がビーコンを送信してきます。ビーコンを受け取ってクライアントは認証を要求し、クライアントは認証の応答を返します。その後クライアントからアソシエーション要求、 AP からアソシエーション応答、この流れが終わると接続が確立します。お世話になっております、マサルです。今回も前回に引き続き無線 LAN の勉強をしていきます。今回はビーコンとは何か、そして接続の流れを見ていきたいと思います。動画の後半ではパケットトレーサーを使ってみるので、一緒に手を動かして勉強したい方はぜひ概要欄のリンクからパケットトレーサーのファイルをダウンロードしてみてください。それでは始めましょう。まずはビーコンとは何かというところから始めていきます。ビーコンとは AP が定期的に送信する制御情報のことです。具体的にはビーコンには SSID の情報やチャンネルの情報が入っています。例えば SSID はマサル 2.4、 チャンネルは1番を使う、このような情報がビーコンには入っています。まだ詳しくお話ししていないのですが、チャンネルというのは周波数のことで、 2.4GHz の場合は1から14までの14チャンネルあります。こちらは JPNIC が公開している 2.4GHz のチャンネルと使用帯域の図です。ちなみに国によっては13チャンネルの場合もあります。日本の場合は14チャンネル利用することができます。14チャンネルありますが、電波干渉を抑えるためにチャンネルの幅は5つ以上空けて利用することが推奨されています。なので基本的には1、6、11、14、このように5つ以上空けて4つを利用することが多いです。 AP はビーコンという制御情報を送ることで、近くにいるクライアントに自分はこのような SSID でこのようなチャンネルを使って接続できますよという情報を送っています。話が完全に脱線するんですが、こちらのビーコンの波はベーコンをイメージして書いています。気がついてもらえると嬉しいです。ここでは接続の流れを見ていきます。先ほど勉強したビーコンを AP が送信している場合は、無線 LAN のクライアントはそのビーコンから SSID の情報などを知ることができます。その後 SSID を指定してクライアントは認証情報を送ります。その認証情報に対応した応答を AP が返答します。もし認証が OK なら、その後アソシエーションの要求を行います。アソシエーションは接続の要求のようなものだと思ってください。アクセスポイントが接続の要求を許可する場合はアソシエーション応答を返します。アソシエーション応答をクライアントが受け取ると接続が確立します。少しここで情報を補足します。無線 LAN の設定によってはビーコンを出さない設定にすることもできます。そのような場合はまず無線 LAN のクライアントの方からプローブ要求というメッセージを送ります。自分は SSID どこどこに接続したいのですが、 AP さんいませんかというようなメッセージです。それに対して AP は自分が管理している SSID であればプローブ応答を返答します。その後は先ほど勉強した流れと同じように認証、アソシエーション、接続確率の流れになります。それでは今回はパケットトレーサーを使って無線 LAN を構築してみたいと思います。その前に少しお知らせをさせてください。私はネットワークを基礎から学んで CCNA を取得するためのオンラインコミュニティ、みんなの勉強部屋を運営しています。私たちの生活にインターネットは欠かせない存在となっており、エンジニアとしてネットワークは知っておきたい基礎知識となっています。コミュニティには現在ネットワークエンジニアとして働いている人だけではなく、これからネットワークエンジニアとして働きたい人、ネットワークエンジニアを目指しているわけではないけれどもネットワークの基礎を学びたい人など、様々な人が参加してくれています。ぜひコミュニティを活用して横のつながりを作り、情報交換してみてください。また最近はオフラインのイベントも力を入れています。もしよろしければ概要欄のリンクからコミュニティについて見てもらえると嬉しいです。それではパケットトレーサーを使って無線 LAN のネットワークを構築していきたいと思います。今回はこの説明文だけが用意されている状態なので、一から無線 LAN のネットワークを作っていきたいと思います。なおパケットトレーサーは無線 LAN のネットワークを作ることができるのですが、先ほど紹介したような認証情報のやり取りやアソシエーションのやり取りまでは見ることができないようです。
なので今回は無線 LAN のネットワークを作ることをゴールにしたいと思います。具体的にはノート PC をホームルーターと無線接続させる、ここをやってみたいと思います。条件として接続時に 2.4GHz を利用すること、 SSID はマサル 2.4 にすること、認証は WPA2 パーソナルを利用すること、パスワードはマサル勉強とすること。この条件を満たしてノート PC とホームルーターを無線接続させてみたいと思います。それでは早速やっていきましょう。まずは機器の配置からです。ラップトップとワイヤレスデバイシーズの中からホームルーターを選択して配置しましょう。そしてラップトップはこのままだと無線接続をすることができないので、ワイヤレスニックを設定します。 PC を選択して、まずはこちらの電源ボタンをクリックして電源を落とします。現在は有線 LAN のニックがついているので、こちらを外して WPC300N というワイヤレスのニックをつけます。こちらを取り付けることができたら電源を入れましょう。するとこのように接続できていることがわかります。ただ接続できるだけだと少し面白みに欠けるので、認証情報の設定をしてみたいと思います。ホームルーターを選択して GUI のタブを選択し、セットアップタブのベーシックセットアップを選んでください。デフォルトでワイヤレスルーターには IP アドレスの設定がされています。さらに DHCP サーバーの機能もついていて、デフォルトでイネーブルになっています。 IP アドレスの設定と DHCP サーバーの設定がイネーブルになっていることを確認しておいてください。では次に SSID の設定をしてみたいと思います。ワイヤレスタブを選択して 2.4GHz の SSID の情報をデフォルトからマサル 2.4 に変更します。皆さんは任意の名前にしていただいて大丈夫です。 SSID ブロードキャストがイネーブルになっていることを確認し、チャンネルの情報は1から11まで選択することができますが、今回は1を選択することにしましょう。ここまで設定をすることができたら、下の方にスクロールしてセーブセッティングを選択してください。セーブができたら次はワイヤレスセキュリティです。 2.4GHz のセキュリティモードを WPA2 パーソナルを選択してください。そして接続するためのパスフレーズをこちらに入力します。今回はマサル勉強というパスフレーズにしたいと思います。入力ができたらまた画面を下にスクロールさせてセーブセッティングスで情報をセーブしてください。ではワイヤレスルーターの設定が完了したので、こちらは閉じて PC から接続をさせてみましょう。 PC を選択してデスクトップタブから PC ワイヤレスを選択します。コネクトタブに移動して、しばらく時間が経つとAP からのビーコンによってどのような SSID が周りにいて、チャンネルは何を使うのかという情報を取得することができています。今回は先ほど作ったマサル 2.4 を選択してコネクトを選択します。そしてプレシアードキーのところに先ほど入力したマサル勉強と入力します。この状態でコネクトを選択してください。この状態で先ほどの画面に戻ります。 IP コンフィギュレーションの情報を見てみましょう。 DHCP によって取得していることがわかります。先ほど見たようにワイヤレスルーターは DHCP の機能も持っています。スタート IP アドレスが 192.168.0.100 から始まっています。無事にこちらのパソコンはワイヤレスルーターと接続して DHCP の機能によって IP アドレスを取得できていることが分かりました。今回はあまり説明できていませんが、今後の動画の中でワイヤレスセキュリティの中で使った WPA2 パーソナルなどの話をしていきたいと思います。それでは今回の実習は以上です。お疲れ様でした。それでは今回の動画のまとめです。ビーコンとは AP が定期的に送信する制御情報のことです。ビーコンの情報を AP が送信している場合は、接続の流れは下記の通りになります。まずは AP がビーコンを送信し、クライアントは認証情報を送り、認証要求をします。AP はそれに応じた認証応答を返します。認証 OK の場合は、クライアントからアソシエーション要求を行い、接続要求をします。AP が接続を許可した場合はアソシエーション応答を返し接続が確立します。ビーコンの送信をしない設定になっている場合はプローブ要求、プローブ応答というものも発生するので、そこもしっかり覚えておきましょう。それでは今回の動画は以上です。もし今回の動画がお役に立てば、高評価チャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。